悲願の J2 昇格を果たした栃木 SC が今日県庁を訪れ、福田富一知事に今シーズンの成績を報告しました。県庁を訪れたのは、栃木 SC の橋本大輔社長と横山雄二監督、そして広瀬浩二キャプテンなどです。栃木 SC は今月3日の最終節、アウェーでアスルクラロ沼津と対戦しました。試合は引き分けとなり、優勝は逃したものの、悲願の J2 昇格を決めました。横山監督は今シーズンを振り返って、いろいろな人の気持ちが得点につながり、 J2 に昇格することができた、本当にありがたいと話しました。そして広瀬キャプテンや仙石蓮副キャプテンは、優勝できなかった悔しさを J2 で晴らしたいと今後の意気込みを語りました。福田知事は、さまざまな人の思いを受けてよく戦ったと思う、 J2 のピッチでも大暴れしてほしいとエールを送りました。いい意味で、ここからが始まりで、この来年の J2 をしっかり戦うことが、また栃木の未来につながっていくと思っています。しっかり戦いたいと思います。本当に沼津まで駆けつけてくれたサポーターと、宇都宮から、熱い戦を送ってくれた本当に県民の皆さんの力なしではなし得なかったので、本当に感謝しています。来年の J2 で戦う、時も、今まで以上に、皆さんの応援をいただけるように僕たちも頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。